今日はですね、ボールを使った筋トレを紹介していきます。その前にチャンネル登録お願いします。はい、ということで、棒ですね、これを使っていきます。で、動作を紹介していきます。まずボールにこうですね、こうやって乗せていきます。で、ここに胸を振るように置いて上がる、置いて上がる。はい、こんな感じですね。これを大体10回3セットとか行っていくといいです。で、これがですね、頭をボールに近づけるんではなくて、胸ですね、胸をボールに近づけるように動作を行います。で、ボールがあることでこの揺れを抑えるためにですね、バランス力、体幹とかも鍛えられます。で、プラス、手幅が狭いので腕ですね、腕を鍛えられます。腕ってことはこうですね、キープの時に使うこの手です。こういうのは鍛えられるので、ぜひトレーニングしてみてくださいということで、よかったらグッドボタンお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。